はい、どうも、ジェイクです。ちょっとバタバタしとって、ライブでやろうかなと思ってたけど、ちょっと準備が間に合わなかったので、アナログに、携帯でパソコン画面を撮りながらやってます。今日はね、うちの、牛イヤリング、一歳子牛、オスのでかいやつのグループ、120頭、124頭の、セールです。もうここ10年ぐらいね、インターネットオークション使ってます。Team っていうね、もうまあカナダ全域、アメリカにもある大きいオークション屋さんです。で、この緑のね、右に数字があんねんけど、これが、今、220ってか100パウンドあたり220ドルってことね。つまり1パウンドあたり2ドル20セントっていう感じで金額が今どんどん上がってます。で、最初の方をもう一回チェックしてもらったらわかると思うけども、最初はね、どんどん金額が下がっていきます。金額がどんどん下がっていって、誰かがビットしたところで始まって金額が上がってって上がってって、で今ビッティングオーバー 220.25、 これがうちの牛の値段です。まあだいたい1000パウンドぐらいあるんで、その10倍、1頭あたりまあ22万円ぐらいかな。まあまあちょっとドルと円の関係もあるんで、円で言うとあれやんだけど、僕はまあ未だに1ドル100円ぐらいの計算でやってるんで、まあそんな感じです。今年はね、結構牛の値段良くて、例年に比べてだいぶ良かったんじゃないでしょうか。あとね、これもまだ120頭だけで、残りの小さめの、牛、オス牛、それからメス牛はまだ全頭残ってるんで、まあ今後こうやった感じで、オークションに出していくつもりです。あんまり見たことないこのオークション画面、牛のオークションもね、こんな感じで21世紀っぽくやってますんでね、ちょっと紹介しようかなと思って動画にしてみました。それではまた、Have a good day。チャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。めっちゃ励みになります。はい、バイバイ。Thank you。